新武蔵ブーナナナナナナ深夜2時3時のテンション、もうね、ロッテの、ね、俺ら盛り上がっちゃってね、野球熱がすごい、野球熱がすごい、マジですっかーのでってすっかーのでってすんごいマニアックなんださんだけど、わからない、もう俺ね、もうロッテハマりすぎて、さっきアマゾンでユニフォームポチりましたから、これで公認のロッテファンという、まあ、ということでね、第3戦目、はい、決勝同士のね、優勝候補一等の戦いでございます。イエーイ。で、ここにザコたちが、あ、ザコたちがね、いるね、ザコだね、過去の栄光を引きずってるザコがいる。あー、なんかザコとザコって言ってるけど、こいつまあ、いっぱいしてるから、次の勝負できますからね、負けねっから俺もないよ、次のザコが、次に本当にザコ決まるから、まんじゅうが何か言うてます。行きましょう、早速やっていきましょうか。イエーイ。じゃあいいっすか。出たー、漆黒の黒光、出たー、ぐるーじゃぐるー。あのりさんのチームはめちゃくちゃ強くなってるから、やばい、ピッチャー陣がクソ。おっと、これはちょっと正義を抑えるやついないんちゃう。わっと、ジョンソンっていい、よくないのかね、怪しい、なんか入れてみたい、怪しい。え、ジョンソンめっちゃいいじゃん。ふふ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 、あ、ヤッシュまたこれになってる。なる、一時変えなかった。オーダー設定しないからな、俺。ちょっと申し訳ないですわ、時間が。さあ、じゃあ大輝、制限時間15秒稼いで。無理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 。今日はセカンドに宮崎入れます。はい、おぉ、え、甲斐隆教授絶好調じゃん。はい、リアルにあと5、4、3、2、1、オーケー、はい、終わり、はい、おぉ、イエー、あ、負けたのに、森本先発は負けた。森本しかも、いや、調子いいなぁ、菊池。今、森さんが俺のライバルとね、貸してきてますから。なるほどね、英語郎さんかな。で、クゲはクゲ、で、クゲ入れないの。あ、俺内川入れらんないんだもん。そうだそうだ、気づいたら、あ、そうだよ、そうだ、なんか入ってるね。なんか入ってる、なんかいる。なんかいた。そういうのも設定しないの。ポンちゃんいいな、このゲーム。ゲレロ、ゲレロ、俺が使うゲレロ、ゲレロ。俺、ちなみに練習試合でノイトやった時にゲレロ3本もあるバケモンだ。あれはやばかった。あれやばかったな。ムネリンでいいかな、やばすぎた。オーケーでーす、さあ、いいよ、全然ピッチャー違って。何が全然あの、和田とかでいいよ、和田。怖いでしょ、怖いでしょ、もう。正義だったら、おとなりとかでも大丈夫。いきましょう、スティーツ。なんだ、なんだ、スティーツさん、なんつったのか分かんない。スタートが、もうスティーツ。さあ、やってまいりました、ユーベリーメロンズ対エビスマスカッツ。イエーイ、イエーイ。初球からの、うわ、早っ、早っ、早いんだよな。このボールも空振り、ボケは3球目、投げた、打ちました、おい、ついてくれ、つないだに投げました、打ちました、ファールボール、いいね、通り、いつも投げました、はい、OK、 あー、くるくるくる、ちょ、今日ね、悪いけど打たれる気しないわ。いきなりセーフティーバント、いいよ、いいよ、いいよ、それいいテンポ、はい、OK、 あー、惜しい、ナイスフィールディング、オッケー、ヒーリングいいな、あやとさんです、ストライク、SS ドンズ、今日は何投げました、打ちました、当たり損ない、松田、ボールを取る、これは SS ドンズっていう、アウト、おい、いやいやいや、S ともいかない、ドン、ドン、これドンだね、ドン、ドンズ、ドンズ、ちょっと集中していくわ、トップバッターは秋山、欲しい、投げました、決まってストライク、まずは決めてきました、投げました、見送ってストライク、うわ、うわ、これやばい、打たれそう、ね、打たれそうな気がして、横と下下当たり損ない、
坂本、神田、ショートから一塁送球。オッケー、危ないよ。いや、いや、足早いな。バッターは2番、バキヤマ。バキヤマ、バキヤマだな。スライダーはストライク、まずは出てきました。でかすぎ、右の応援歌バカかっけえからな。2球目空振り、これで追い込みました。ラッキーラッキー。投げた、低めボール球打った。ボテボテの当たりはセカンドゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番、ロペス。第9球、ロペス投げた、ボール、いいところですが外れています。コッペス、怖えな、おい。投げた、ストライク。第3球を、いいとこ投げた、スローカーブ、見送ってストライク、追い込んでいます。今のは変化1だからね。投げました、空振り三振。よっしゃー、おー、はい、いいよ。ちょっと裏返って、ノリ強くなってる。ノリ強攻撃に入ります。先頭バッターは鈴木。こいつ分析ばっかしてるから人。投げました、打った、宇宙間へ持っていきましたが、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のバッター。正義、あ、正義って言ったの。第2球、言い間違えた。投げました、打った、セカンドショート。あー、いい。一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーはありません。左バッターボックスは6番、雄平。初球を打った。うわ、マジか。あ、これセカンド。さすがだね。よし、ノーヒットは避けた。ノーヒットから先制のバッターが出ました。初球から打ってった、1、2塁間のボール。ああ、カズさんね、ブネリうまいわ。ナイスディフェンス。くせえぞ。2回の裏、メローに攻撃に入る。先頭打者、ゲレーロ、ゲレーロ打ちました、ファール。第2球、ゲレーロマジで勝ち込み、裏切り者ゲレーロね。投げました、打ちました。じゃあジャイアンツ行っちゃったかね。金倉耳ゲレーロね。ゼニゲバゲレーロね。投げた、1球外した、ボール。カウント1ボール2ストライク。あ、投げた、打ちました。うわーい、ってことだよね。やったな、やった。そうなんだよね。ゲレーロ半端ないね。近藤、第9球、その変化量じゃ打たれるもんね。投げた、打ちました、初球打ち。え、嘘でしょ。おー、怖いです、近藤健介。近藤ツーベースヒット。やばいです、ノリさん。バッターは6番、松田、第9球。ピッチャー陣がね、絶不調すぎたね、のにね。そうだ、俺いつも調子悪くない。何なのこれ。打ちました、そういうピッチャーなのか。投球はこれから3球目。そういうこと。打ちました、調子不安定だね。西田、ボールを掴んだ。うわー、これやばいです。取ってアウト。うわー、ワンナウト3塁はまずいんじゃない。探し狙いからまずいんじゃない。上林、投げた、打ちました、ファール。第2球、ボール、はっきりした球。カウントはボール、ワンストライクです。第4球は逃げ出るね。外れた、ボール。カウントは3ボール。逃げ逃げだね。低めボール球打った。前進守備、ファースト正面。ノリも取ってやる。あ、神走塁。あー、神守備。おー、今のハイレベルの戦いでしたね。ボールディフェンスだ、今の。神レベルの走塁対神レベルの守備。この回の先頭バッターは甲斐。お姉さん集中しすぎてね、今喋らないもん。もう実況なんでしませんよ。3球目、空振り。うわ、サークルチェンジで、投げました、お持ちだ。うわ、空振り。先頭バッター三振に倒れました。投げました、初球を打ちました。はい、ナイスバッティング。やはりね、消耗必須のノリさんです。結構打ってきますね。さあ、打つね。第1球、投げました、初球から送ってきました。ファールボール。ノリがマジ集中してる。第2球、インサイドストライク。うわ、うわ、第3球、ストライク。ミスター、ミスター、ようにやられてしまいました。打ちました、あっと引っ掛けた、掴んで、これで3アウトになります。3回の裏、これはメロン攻撃に入ります。この回のトップバッターは中村。怖えんだよな、マジで。アキラさん、投げました、アウトローへ、ストライク。でも、いきなり普通に抑えてね、乗り元。投げた、いや、あの嫉妬なければよかったな、マジで。投球は3球目、あれやばいね。変化1で、あの、投げた、危ない球、ゲレーロのホームラン。第4球を投げた、フォーク、空振り三振。おー、こっかでフォーク投げるね。バッターは9番、川崎。投げた、打ちました。おー、第2球、ムネリン投げた、ボール。カウント1ボール1ストライク。でも、ノリもなんかだいぶ強くなった。打ちました、ファルボール。第4球を嫉妬で真ん中行ったら全部勝ち。打った、ファール。いいね、ムネリン。第5球、粘りが重要。次のドラフトスガノ取ろうか。打ちました、セカンド。すげえ好きになってる。好きすぎてスガノ取ろう。これで次のとランナーありません。スガノ打順は1番に帰って秋山。違う、ロッテの。ロッテの。第2球、
菅野投げました。絶対でもね、いいよね。カウンター2ボール口。第3球を。あの方はやばいわ。投げました。インロー。フォークは外れてボール。カウント3ボールのストライクです。慎重にいきますよ。ストライク。膝元厳しい球でした。次の球がちょっと投げました。5球目ストライク。6球目。ああ、いかれた。読まれてたな、フォーク今。完全。爆読み。え、勝ったよ。雄平。勝ったよ。いい選手の場面でどういう投球をしてくるか。第2球。投げた。打ちました。ショート、これは守備範囲内。オッケー。すいません、全然喋らんねえ、わし。集中してる証拠でしょ。そうだよ。先頭バッターは3番、坂本。いやー、打ちたい。打ちました。さあ、いい。おーねー。先頭、先頭、先頭出たよ。先頭、先頭、先頭出たよ。初球をナイスバッティ、いい男、ナイスバッティ、いい男、正直です。ナイス。カト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 のうまさに。あ、やべ。あなたの目標は何ですか。どうぞ、どうぞ。時代がやべえ。そんなことを言うてた。カードのカード決まってストライク。まずは見送りました。投げた。低めボールが回った。いやいやいや。惜しい。惜しい。やばい。やばいぞ。キツワロペス。うわ、バケモンだ。これはやばい。バケモンだこれは。第2球。怖。これ怖いね。怖いぞ。2球目空振り。変化球にキレがあります。投げました。ボール。大きく外れました。あ、ちょっとやばいぞ、これ。ちょっと、そろそろ替え時かもしれんね。あるな。替え時かもしれんよ。投げました。これはいい当たり。あ、違うって、もう待てやん。ほら、言ったじゃん。フォークって。替え時だって言うじゃないですか。やばいです。ピッチャーいるの？まだ。あ、ピッチャーたくさんいるよ。まあ、でも、そうなってた。まあ、確かにやばいよね。総合力、今、優勝候補ですから。ジョンソン、間違いが強いもん。ジョンソン強いのかね。強いよ。いやー、勝ち込まれたね。正直ね、でもね、今日ね、見えてるのよ。マスカラピッチ。うん。冴えてる。お、野村さんだ。投げました。サークルチェンジャーボール。第2球。確か一回野村で抑えてたよね。そうなんよね。投げました。打った、これはいい当たりだ。さらに伸びていく。お疲れ様でーす。すげえ。偶然、何これ。やめよう。何ジョンソンにしよう。逆方向なんか、もうどうせ負けるし、いろいろ長手使っとくわ。諦めが早い君が。第9。もういいんですよ、とりあえず。投げました。初球空振り。タイミング合いません。怪しい。怪しいね。まあ怪しい。投げた。3っていうのは微妙だよね。抜けた。赤は赤は。ボールが中継。近藤、もうこれ今オープン戦みたいなもんやから。すごい今いろいろ試してる。次の試合に向けてみたいな。初球ってきた。センターバック。あ、痛い痛い痛い。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。なんか変化量クソだな、こいつ。危ない球。多分ね、あれだよ。普通だから、投球調子が。2球目ストライク。第3球を投げた。打った。ファールボール。一塁ランナー飛び出している。外れた。キャッチャー二塁送球。完璧。完璧だね。盗んだね、ちゃんとね。第5球、投げた。インハイ。スクリュー外れてボール。完全なボール球、カウント3ボール2ストライク、ショートライナー、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。変化あんましてないもんね、めっちゃ怖いわ。どれが効くんやろうね。それでしょ、ジャクソンでしょ。ジャクソンは無理やった。試してみよう、どうせオープンスなし。やっぱ1億がいいよ。なんでオープンスやん。どうせオープンスなし、試してみよう。これ公式のあのやめろ。スプリットはボール。投げた。大気から鋭いです。打ちました。ファール。もう EP じゃん。投げた。打った。ボテボテのショートゴロ。本当 EP だ。ボールを取る。こいつ EP なんだ。絞りにくいわ。スリーアウトチェンジ。この前の大気の試合で活躍した。5回の表。三点を追いかけます。マスカは攻撃的です。この回の先頭バッターは宮崎。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。さあ、え、これ最終回？あーもう終わりだ。見つけなかったら君の負けです。とりあえず負けなんで、まあ、とりあえずなんかいろいろ試してみようかなって。第9球投げました。もうまずアウトコース低め投げました。打ちました。セカンド左、一塁送球アウト。えぐいわ。これでワンアウト。いやー、バッターは8番。全然今日の第1打席はスイングアウト。なにこれ、負けたらさ、うん、もうすげえさらっとさ、うん、これオープン戦だからみたいな。そのノリワンアウトランナーはありません。
第2球。でも野球はスタートからっていうからね。バッター追い込まれました。集中して投げました。打った。ファウルボール。次が4球目。投げました。155キロ直球。空振り三振。大丈夫大丈夫。野球は投げました。打ちました。ファール。第2球。おお、えい、言ったでしょ。コウスケさんめっちゃ打ってる。コウスケいいね。言ったでしょ。気をつけようとかって。ここまで2打席連続三振。勝ち取ってます。外角低め、外れてボール。これでちょっと公式戦出そうかな。第3球。低めのボール引っ掛けた。これは内野へのフライだ。近藤。しゃあ勝ちました。まあね、まあオープン戦はこんな感じで、終わったなと思います。まあ次はね、公式戦しっかりメンバー揃って、あの声使っていこうかなみたいな感じで思っていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。ありがとうございます。さあすごいさらっといくやん。え？さらっといくやん。え？これ公式戦ですよ。公式戦です。これ公式戦じゃない。公式の練習試合じゃないです。え、これオープン戦でしょ。今負けがついたんです。え、負けず負けたんですか。負けました。はい、負けなんだ。負けました。あ、そうなんだ。はい、まあまあまあ全然いいし。うん、いや、まあどうせ非強変勝てば別に2勝1敗だし。確かに大輝イージーだし。そうだ、大輝もう勝ったし、うん、まあいいかなって感じ。負けたし、勝ってこいみたいな。チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。じゃあ、バイバイ。